さ、あの、誰だったっけ、レアちゃんは何グラム入れた、入れた2回目、3回目は今28、3回目あれを入れたら28、2回目3回目10で10グラムで 30cc ぐらい28、見せた、それぐらいの量になるんで、10グラムね、猫のさ、データ、カルテとさ、データをちょっと見しげる気がする。まだ見てない。赤血球がやたら多い。赤血球 ACV は23、24。ああ、ここマイナスとかプラスいらない。この PCV と WBC。ああ、そうですか。マイナスとかプラスいらない。ただ数字で書いておいてもらえると。ああ、わかりました。だって、マイナスじゃないもんね。出てくるやつってね。個人、ポチに出てくるやつは、要は低ければマイナスだし、高ければプラスで出てくる。だけど、この正常値とこれからの正常値は多分一緒じゃないからさ。なしだけでどういうことですか。あそこ今日ブリトンをつけた7月1日か。一般状態よ。こんだけしか食べてないの。112永田さん、ちょっとね、猫の石黒の、250まで、あ、トータルで200年。触ってみたかった。どっから始まったっけこれ。300、そっから100、200。どこだったんですか。ここ。はい。じゃあここだ、そうそうそう、ここだとしたら逆。まあ、ない。すべない。ちょっと丸い椅子ちょうだい。一個黒いやつ。そこはいるから。給仕するからさ、1キロでさ、あの3ヶ月で、ね、何グラムかちょっと教えて、 ID でカーテンに書いて、 ID は53です。3キロ1キロの 3ヶ月の1キロ、はい、カーテンに書いた4ヶ月、だからそれカーテンに書いた、書いてなかった、書いてあった、いや、じゃあ見逃したのかもしれない。
53? 53。じゃあそのうちの1キロ3で賞味食べたのはだって何グラムなの？全然少ないでしょ。給仕何グラムかな。53÷3。今初めてだから17の半分10グラム作って ID ID 猫の ID。缶詰ドライあるこの粉にしたやつ。猫の ID のドライで見て。あ、もう終わった。じゃあ高専勝者100の1本。ちょっと一回止めて、一回止めて。ます。あった ID ドライは。で、目隠ししてさ、鼻にやって、高専勝者。そうか、で、高専勝者じゃなくて、吸入はあそこで、10さ1にさ、3にさ、ペットシート入れておいて、大きいやつ1枚。はい。で、ペットシーツ、103。それで、そこで高専勝者しますから、この子。終わったらね、もうじき。高専勝者じゃないわ、吸入ね。吸入。ちょっとさ、腰が痛いんだよね。そう、それで、吸入の液あるかどうか、ちょっと確認してください。ありゃいいんですけど。あんまり少なかったら入れてほしいけど、大丈夫ですか？あります？はい、今度は次の方がね、
じゃあちょっとウェットブラシングして、はい、本当どこ行ったっけ、天眼天気終わってないや。はい、ごめんね。インターフェロン。よいしょっと、今度は、こっち、インターベリー。ベンタルケア。よいしょ。止めて。